はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースプープカッコトロール、皆さん申し訳ない、このプープという単語わかんないから僕調べちゃったんですよ。そしたらですね、この YouTube ではとても言い切れないものが出てきてしまいまして、とてもお下品な単語でした。このプープというワードの意味でした。そして実はですね、今年始まってまだハナーって言ってないんですよ。このコースでハナーがあるといいんですけどね。それじゃあ早速やっていきましょう。あ、フラパがいるね。いやこっちに来てよ、今日はハナー求めてんだよ僕は。何そんなところで閉じこもってんの。じゃあもう右行くしかないんで右行くね。こっち行ったらなんか変わる。たくさんの鉄球が出てきてる。なんかこの辺おったらやばそうな気がする。魚いや魚は求めてないんだけどな。じゃあここに追っておいて何もしなければいい。多分そういう感じでしょ。多分それであの魚を回避できると思うんだね。次はここは魚が出てきた瞬間すぐ左行こうか。多分それで合ってるよ。でこの P スイッチを踏んだらどうなる。はだやっと言えた。さあ今日はもう花が出てきたからね、ノルマ達成だね。そんでここでピンスイッチを踏んだ瞬間ブラパが上に押し寄せてくる。そんでどうしようか、このパンブロック投げていい。いや下のブラパはどうした、どうしないのよこれ。どうしようもない。あ、わかったよ、あのオンオフをするんだきっと。なんでここでパンブロックを下に落とす。そんでこのハテナを叩いたらオンオフが変わる。そういう感じでしょ。持っちゃった。いやさっきはパワーブロック持っちゃったけど今持つことができないんだよね。なんかピースイッチを踏むとねこのパワーブロック持てるようになるみたい。ちょっと見てて、このパワーブロック上に一回上がってきて下に落とすでしょ。そしたら今持てるようになるんだよね。あ、投げちゃった。いやこれいけるでしょ。よし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 。でこのパワーブロック余っちゃったね。上に持っていこうか。これは新しいイカバなんじゃないから。うわどうしよう、これ絶対ジャンプしたらまずいと思う。なんで一旦ここでさパワーブロック捨ててこの土管に入ろう。絶対これでやってる。あそこ絶対隠しブロックがなんか出るよ。ピンクコイン多すぎでしょ今回。焼き魚戻ってくんのか。じゃあこの焼き魚が通った後にもう一回右に行けばこの中間ポイントが取れるっていう感じでしょ。そしてピンクコインあと何個集めればいいんだろう。5個ぐらい集めなきゃいけないのか。じゃあさ一旦この扉入ろっか、左ので、1個の扉に対してなんか3つとか2つとか出てきてくれたらね嬉しいんだけど。なるほど、あのバディに乗っていけばいいのか。もう無理でしょこれは。もう一回打ってきてバディ頼む。そんじゃあここはバネが降りてきた瞬間右にジャンプして渡っていこうか。多分これで合ってる。そんでオンオフブロックを変えなくちゃいけないのか。ここら辺でジャンプしたら。しょうもねえやられ方してしまった。そんじゃあ次はさ右のオンプブロック叩いてみようか。多分届くと思うんだよね。タイム。いやいやよしじゃねえ、またお前かあの魚を避けなくちゃいけないのかな。一旦この場所でしゃがんでおいてみていい。そしたら避けれる。ハナちゃんのハナ。じゃあここ下に降りた瞬間すぐ左にダッシュして逃げる。多分そういう感じだよ。そして上に行くとそういう感じだね。さあこのハテナブロック何が出るんでしょうか。大丈夫、魚が勝手に自滅してくれました。そんでここだね、もう上にジャンプするしかないよね。ジャンプして右に逃げるね。ジャンプして右、あっあっいや大丈夫、このベッドを蹴って下に行けるとそういう感じだね。いや何やってんの、ちょっとあこれ回転ジャンプで壊して下に行けばいいんじゃないの。そういう感じなんだ。で何よ、どうしりゃいいのよ。上に行ってみる、怪しくない。このちくわブロック降りてあの下のドアに戻ってみるよ。このドアに入ったらなんか変わるんかな。あなるほど、これで B スイッチが押された状態でなんか変わってるんでしょ。なるほど、これで左のドカに入れるっていう。うわ入れる、何骨。嘘でしょ、これは上、あ上なんかあるよ。うわなんもねなんか右にねカロンの甲羅が落ちてきたのがさっき見えたんだよね。あれ落ちてこないで、さっきと話が違うくないですか。一旦左行って右に行く、これでなるほどカロンの甲羅が落ちてくるっていうわけか。じゃあこのカロンの甲羅に乗ってこの土管に入るであってのかな。もう一回上行くみたいな、そういうの来そうじゃない。でもこの土管に入っていきたいと思います。何合ってる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 、大丈夫だよ。で
ここで下に中間ポイントがあるね。で、中間ポイントを取って一旦やられてもう一回やり直しっていう感じだね。さあここで2、あ、3つあったね。3つもくれた。あと1個あのピンクコインを取ればもうこのコース終わりっていう感じなんじゃないかな。さあ行きましょう。さっきのナイス回転ジャンプ。そしてここで鉄拳どっち来る。右だね。さあ進路上げてください。どうしよう。右のコインのとこすげえ怪しくない。このコイン行ったらなんか変わんのかな。あら、なんもなんないね。あれ、あ、回転ジャンプで上に上がって右に進めっていう感じ。トゲゾウ助けて。いや、おらんやんこの鉄球についてってあのスピンで上に登れっていう感じだと思うんだよね。多分これで合ってる。さあ進んでいきましょう。で、このハテナブロック叩くじゃん。あの、何もしないでファイヤーフラワーが出てくる、そういう感じでしょ。もう分かってるんだよな。じゃあこのまま上に行きますブブー言われてる。ブブーっていうか笑われてる。でも取り返しきるよね。まだこの土管入れるもんね。まだ大丈夫だよきっと。さあここはジャンプしたらいけないね。で、この氷を溶かしてピースイッチを踏んでチビになって右に行けっていう感じか。ちょっと急いで行こうか。このオープン怪しくない。ちょっと叩いてみる。うわ、花が勝手にやられる。左あの左バーがあって入れなかったね。じゃあここで一旦やられますね。はい、それじゃあ右のドアに入っていきたいと思います。きっとこれが最後のトロールだよ。ラストロールだね。そしてこのハテナブロック叩いたらきっとこのトゲゾ襲ってくると思うんだよな。なんで叩いてすぐ右にダッシュして逃げる。これが正解でしょ。いや、合ってんじゃないの。で、この P を持ってここで叩く。合ってる、合ってる。で、この状態で右なんで右の砲台落ちてきてから右に渡る。多分そういう感じ。あれ、落ちてこんね。一旦右に行くみたいな。なるほど、これでね、砲台がどんどん下がってくると思うんだよね。あ、あ、待って間違えた。もう一回 P ちょうだい。じゃあ次はちゃんとこのピー音がなくなる前に右に渡ろうか。最初にこの砲台を落としておいて、で、ここで右に渡る。多分そういう感じで。バカめ、引っかかりませんでしたいやでもさ、カロンの甲羅ここに降ってきてなかった。あのカロンの甲羅を取るのがきっと正解だと思うんだよね。だってもう一回ここでジャンプするみたいな。そんでこのカロンの甲羅を履いて下に行く。多分これ合ってんじゃないの。よしよしよしさあこのアテナ怪しい。叩きて、絶対罠だと思うけど叩きて。いや、これは合ってる、合って、絶対合ってるよこれ。絶対このファイヤーいるでしょ。そんでこのファイヤーボールを取ってこの下に行く。ただ右もすげえ気になるな。右行き止まりだったのか。じゃあこの場所で合ってるきっとよしよしよし、ここで最後のビッグコインがゲットできてラストのドアに進めるっていう感じだね。さあこっから始まるんですけど、さっきとなんか違うパターンあるんじゃないかな。さっきここでトゲゾウ出てきたじゃん。もう一回出てくるのかな。どうなんだろう。のこのこさっきと違うやんか多分のこのこを踏んで右のブロックを壊せっていう感じでしょ。そしてあののこのこを追いかけてスピンジャンプいや意味ない何今のやられ方。いや多分ね、急がなくていい。このノコノコについていくだけでいいよきっと。で、ノコノコ挟まるでしょ。で、ここでスピンジャンプでノコノコの亀をぶっ壊して右に進むと、うわ、ここも絶対さっきと違うパターン来るな。なんで一旦ハテナ叩いて右ダッシュして逃げる。多分これで正解だよ。さあ今度はオンオフがあるのか。あ、取れるんじゃないの。取っちゃうやんかこれ絶対取っちゃうよ。このパワーブロックなんだろう。一旦投げてみる。ここで投げてみる。どうなるなんぼなんねえちゃんか。じゃあここはオンオフを叩いて何もしない。この場所に追ってよかったんでしょうきっと。そしたらファイヤーが取れて、一旦このパワーブロック下に置いておこうか。多分こっから必要になってくると思うよ。ちゃんと持っていこう。さあ必要あるのかな。ここで投げるね。あだなかなかいいところにこのパワーブロック出すよね。絶対持っていくよね。誰もが必要になってくると思うもん。なんでここでパワーブロック
を投げてさっきねあのブラパに閉じ込められたんですけど、それをしたらダメっていう感じだね。でこのちくわブロックを降りれば中間ポイントがある、確かそうだったよね。よしよしよし、で一旦やられてラストのドア入っていきたいと思います。さあここで P ブロックが消えたね。この状態で最後の扉を取ってドアに入る、これでゴールなんでしょうか。どんどだい、え、どういうことだろう。死ねないっていう意味かな、多分そんな感じでしょ。うわー、どうなんだろう。ボスファイト、ボスファイトカッコハテナって書いてたね、カッコついてないけど。うわ、なにこれ、ラジオじゃんか、こんなの。こいつを倒して上に行く。あ、いや、この子を倒せば鍵ゲット。怪しすぎでしょこのドア。大丈夫、これでゴールできるの、頼む。やった絶対ゴールじゃないと思ったけど無事ゴールできました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオヨッシーということで、ちょっと見にくいかもしんないんですけど、ガリガリの中にヨッシーがいるだけなんですよ。多分そのヨッシーを乗ったままゴールっていう感じだと思うんですけど、そのヨッシーにどうやって乗ってゴールするのか、それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.8%、 結構激ムズなコースですね。多分ゴール条件、あ、やっぱりヨッシーに乗ったままゴールだね。それじゃあね、このヨッシー生まれてくると思うんだけど生まれてくるって言い方ちょっとおかしいと思うんですけどね、普通に乗ってみようか。まあ普通には乗れないよねきっと。やっぱ乗れないか、このガリガリが邪魔すぎてね、乗れないんだよね。タイミングとかあるのかな。あ、いや今乗れたね、乗れたけど、もう速攻当たり判定が出ちゃってね、もうヨッシーが逃げちゃうんだよね。ジャンプボタン押しっぱでちょっと乗ってみようか。そしたらヨッシーが跳ねて右に行く。うわ、ダメだね、ジャンプボタン押しっぱもダメっぽい。どうしようこれマジわかんないね。ヨッシー乗った瞬間絶対にこうなっちゃうんだよね。でもね、乗った瞬間何かするのは間違いないと思うんだよね。舌出してみようか。うわ、間に合わんばい、これ本当に当たり判定が早すぎて何もできないんだよね。しゃがんで乗ってみようか、そしたらなんか変わる乗ってすらね。じゃあもう残されたのは一つ、スピンジャンプで乗ってみます。どうなる、よしこっちに帰ってきなさい。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。じゃあ乗った瞬間脱ぎ捨ててみようか、それで合ってて。うわ、むずっけ、これタイミングが重要なんじゃないの。一回脱ぎ捨ててヨッシーの位置をずらしてゴール、そんな感じなんじゃないの。やったー、見てるよし、ヨッシーいや絶対合ってたよね今の。ちょっともう一回やってみるね、絶対合ってると思う今ので。こう、そしてジャンプボタンを押しっぱしておこうか。絶対合ってる、そろそろクリアしてもいいと思う。こう、よしよし、そしてこっからもう一回ジャンプ、やったご視聴ありがとうございました。素晴らしいコースだったね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。